早見沙織さんの素敵なボイスが聞けましたね。ようやくこの番組でも。いや、ほんと女神の声なんですよ。あの透明感があって、そう、幸せですね。癒される声って確かにこういう声を言うんですね。唯一無二の声ですよねっていうことを昨日アイリンさんとは話していたんですよ。なんでしょうね、あのこう空気感があってエアリーでこう包み込んでくれるような声質ですよね。いや、早見さんの声すごく大好きで、昔からとてもファンなんですよ。キャラクターも早見さんの声によってより魅力度が増しますよね。そうなんですよ。あの声がもともとこう素敵な方なんですけれども、演技によってそのキャラのこう人生を背負っているようなこう声になりますよね。同じ声でもなんだか違うんですよ。あ、キャラ本人だなって思いますよね。ね、ちなみに私が好きなキャラクターはですね、あのオレガエルのヨキノちゃんと、あと もちろん鬼滅の刃のしのぶさん、あとスパイファミリーのウルさんですね。なんであんなにいい声なんでしょうね。あと SAO にも出てましたね、サチ役で出ておりまして、もうキャラによってのこう重みといいますかね、同じ声なのに、そうなんです、ユキノンです。同じ声なのに声も違うんだと思って、魅力満載ですよね。わかると、ありがとうございます。いやね、毎日聞きたくなりますね。いや、キャスターになってよかったなと思いますね。あ、テレビの流れた CM も皆さん見ていただきましたか。今日からですもんね、民放各局で放送されているということで、もし見たよといった方いらっしゃいましたら教えてください。いい声すぎません？何度でも聞きたくなりますね。 YouTube でも私も早速聞きました。昨日終わってから、お披露目会終わってからですね、聞いたんですけれども、なんて素敵な声なんでしょうね。もうそれしか言えません。イヤホンで聞きました私昨日早速。皆さんって呼びかけられてるよと思ってなんていい声なんだと思って。皆さんっていうこの声がいいですよね。皆さん、あとあの末尾のしますよっていう声、ダウンロード無料ですよ。呼びかけられてて、こうなんでしょう、こうそうなんですよ、エアリーな声で届けていただきましたね。ぜひ今後とも YouTube の、ね、再生リストから聞くことができますので、皆さんもご覧いただければと思います。映像も素敵ですのでぜひご覧ください。皆さん、週末の天気気になりません？それなら一番当たるお天気アプリで調べませんか。予報精度ナンバーワンを獲得したウェザーニュース、ダウンロード無料ですよ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ちょっと赤い、なんか恥ずかしがってるみたいに見えますよね。あ、ただ暑いだけです。